始まるよ。準備はいいかな？はい、116ページの標準問題2番について解説を加えることにいたします。これは466条以下のですね、証券的債権でない普通の債権ですね、こちらの債権についての、譲渡に関する問題でございます。はい、ということで、見てみましょう。 X は Y に対してある債権、指名債権、これこのテキストでは、改正法の前の故障に従って指名債権という呼び方をしています。ある指名債権を有しているが、この債権を Z に譲渡としようということになった。この場合に関する以下の各問題について答えなさいということ。1番です。後債権の譲り受け人である Z は、譲り渡しに X に対し自らが債権者であると主張するためにどういった要件を満たす必要があるか。これは簡単ですね。466条の1項で、1項ですね、本文ですね、債権譲り渡すことができるっていうわけですから、したがって債権譲り渡す当事者の間でこれ契約でするわけですね。なので債権譲渡契約は有効であると言えばそれでいいわけです。それで2番、後債権の譲り受け人である Z は、債務者 Y ですかに対して自らが債権者であると主張するためにはどういった要件を満たす必要があるか。これが467条の、1項の方ですね。1項ケースです。債権の譲渡は、譲り渡し人が債務者に通知をし、または債務者が承諾をしなければ債務者その他の第三者に対抗することができない。債務者はこの場合 Y ですね。その他の第三者というのは典型的には Y の証券人です。 Y が死んでその地位を単独証券したとかそういうものですね。はい、ということで、譲り渡し人、つまり X から、Y ですかに対する通知ですね、または債務者である Y が承諾するということで、そういう要件を満たす467条1項ですね。はい、3番です。後債権の譲り受け人である Z は同じく、X より後債権の譲り受け人である A、 この上の図に出てこないわけですね、代理譲り受け人との間で自らが Y に対する債権者であると主張するためにはどういった要件を満たす必要があるか。これが債権の二重譲渡のケースで、この場合が467条の2項でしたね。前項の通知または承諾は確定日付のある証書によってしなければ債務者以外の第三者に対抗することができない。この債務者以外の第三者の典型例が二重譲渡の、譲り受け人同士の関係ですね。なので、だから確定日付のある証書によって通知または承諾をしなければならないと、このように答えればいいかと思います。